浜松市の沿岸部に建設する野球場の計画が難航しています。未だ球場の案を絞り込めず、県は今日の県議会の委員会で基本計画の策定が来年6月にずれ込む見通しを示しました。浜松市の遠州灘海浜公園に建設予定の野球場をめぐっては、球場の照明がアカウミガメに影響を与えることが分かり、球場の案は事業費が最大370億のドーム型か、最大200億の照明なしに事実上絞られました。地元の経済界からはプロ野球やコンサートなどが開催できるドーム型を希望する声が上がっていますが、財政負担が大きい点や利用料が高く市民が使いにくい点が指摘されています。今日の委員会では委員から本当に市民に望まれて利用されるものが何かを考えた方がいいとして、正確な利用料の算出や野球以外のイベントの実現性の調査を求める声が上がりました。年度内を予定していた基本計画の策定は困難で、県は今日球場案の絞り込みを来年2月の議会に示し、6月の議会までに基本計画を策定する意向を示しました。